ストローク、重いボール、ボールを潰す、エッグボールを打つ方法。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回なんですけども、そのボールをね、潰すとか重いボールを打つ、まあ、重いボールを打つシリーズ結構たくさん上げてると思うんですけど、まあ、いわゆるエッグボール、まあ、これどれも同じで表現違うだけなんですね。要はどういうボールかというと、こうしっかりとボール、スイングスピードも大事なんですけど、この当たった時の手元の感覚ですね、これがしっかりしていて、要は弾かずにちゃんと包み込むって言ったら語弊がありますけど、ほんと 0.00 何秒の世界なんでね。で、このスイングに対してこうボールをしっかりとグラブして、この勢いでなんだ、最終的に弾いていくみたいなね、このボールの打ち方をお話しさせてあげたい。軽く打ってるけど、めちゃくちゃなんかこの人ボールなんか重いなとか取りづらいなっていうのもあったりします、すると思いますし、ね、この人のボールなんか速いけどなんか結構変えちゃうなって感じることもあると思うんですよ。で、まあ今回お話しするそのポイントが、まあ、概ねできてる方はやっぱりスイングっていうか、見た目がそんなにこう思いっきり打ってるように見えなくても、ボールがこうしっかり球が潰れてくれますし、逆に言えばそれさえできてくると、別に非力な人でもですね、きちんとした重いボール打つことができます。そのエッグボールといったボールも打つことができます。まあ、まあ簡単に言うと、エッグボールの簡単な説明ってまあご存知だと思うんですけど、卵あるじゃないですか、こうやって卵をこう上からこう卵を半分に切って横向けると、こういう弾道でこう落ちていくから、エッグボールって言われるらしいです。はい、以上、雑学です。はい、こちらのチャンネルですね、5000人達成しました。ありがとうございます。1万人目指していきたいと思います。もしよろしければですね、お友達などね、ちょっとでもよかったら登録いただきますよ。お願いいたします。まあ、そもそもその、ストローク打っていくときに、まあ、何が大事かというと、まずはスイングですよね。で、そして足のね、こう動き、下半身の力を上に伝えると。いうのがまず大事になってきます。で、まあ、もう一つ、その、大事になってくるんですけども、まずその、チェックしていただきたいのは、ちゃんとラケットが触れてるかどうか。で、触れてるっていうのを一つの目安としては、ここね、こうした時にこう、ごめんなさい、ちょっと今、カメラの前なんで、ちっちゃくなってますけど、要は普通にスイングした時に、このヘッドが走る。要は、インパクト後にビュンって音が鳴るかどうかっていうのをチェックした。で、実際にボール打つ時もそのスイングで打てるかどうかっていうのが一番初め、大事になってきます。もちろん、その、ラケットとストリングの、組み合わせもね、大事になってきたりするんですけど、まあ、今回は、ストロークの技術のお話差し上げますので、まあ、それは割愛させていただいて、もしよろしければ、他の、テニシング TV の動画のね、ガット紹介、ストリング紹介見ていただければと思います。まあ、結局、手元の感覚はやっぱ一番大事なんですね。で、これまたガット切るお話では差し上げると思うんですけど、まあ要はこのボールをこう上にこうやってね、こうやってこうついていく中で柔らかいとかですね、こうポンポンポンって簡単に飛んでいくとこ。まあそこにこうストロークを打つときにこう当てていくっていうのはまず重要なんです。で、まあテイクバック、インパクト、フォロースルーってあって、ね、インパクトからフォロースルーにかけてこう、一番大事なのはここから抜けていく感じ。ここでどんだけ力んでバチンって当てたとしても、ここは抜けないと、ヘッドが回っていかないし、こう抜けていかないとボールがこう潰れていかない、回転かかっていかない、結果伸びのないボール入ったとしても速くて伸びのないボールで簡単に返しちゃうというね、なってしまう、もしくは、まあ、大体大アウトをしてしまったりといった、コントロールの効かないボールになってしまうから、やっぱりね、そのね、よくこうある程度もうちょいっていうお客様にはここをね、こう後ろからこうラケット文字がこの感じですみたいな話をするんですけど、まあ、その感じを伝えていくのが大事で、最終的にはしっかりとスイングスピードも大事ですけど、綺麗にヘッドが回っていくっていうのが大事になるんで、まあ、このポイントをですね、ぜひ押さえていただければと思います。で、2つ目のポイントはその下半身でしたよね。で、下半身何が大事になってくるかというと、よく膝曲げてとか、まあ、いろいろあるんですけども、膝曲げとか足動かしとか、ただボールに対してしっかりこう足をこう置けてるか決めれてるかっていうのが大事で、例えばこうボールをこう弾んでいきますってなった時に、ボールのこの横に入ったんじゃなくて、ね、ちゃんとボールの後ろにこう足ね、足がこう置けるかどうか。要はラケットってテイクバックして、ね、インパクトからフォロースルーにかけてて、絶対ここのインパクトに向けるここの距離は稼がないためですか。だから実際この距離の分、後ろに入らないと、足を後ろに置かないと、やっぱり、ここの部分が稼げないと、ここからヘッドが走っていかないので、そういった意味で、その、
足の置き方っていうのは大事になってきますから、必ず要はこのくらいですかね。だけどテイクバックしてこうインパクトに向けていくこの部分に関しては必ず足は後ろからですね、後ろに置くようにしていただくと。そうしていくことで、こうしっかりヘッドが回っていく、もしくはスイングスピード上げていく部分のテイクバックからインパクトを稼げますね。そしたらインパクトがフォロースルーに向かって、しっかり、加速していきます。ここね、結構大事だと思います。で、この三つ目のポイント。で、三つ目のポイント、つまり、こう、上半身と下半身がうまく連動しないけど、例えば、めちゃくちゃ綺麗にガッてこうね、こう構えられてて、しっかりこう足を置けてるのに、ね、スイングがなんか減速してしまったり、逆にこうスイングはできてるけども棒出しになったままこうやって振ってて、なんだろう、強いボール、が打てなかったりとかする場合があるんで、まあその時意識していただきたいのは腰なんですね。で、腰って要は上半身と下半身、これをつないでいく要になってくると思います。で、まあどういうことかというとですね、ちょっと立ちますよ。まあ、ここ腰ですよね。ここの力を上に伝える。ね。または上の力を十分に発揮するためにこっちを使ってる。だから、ちょっともしよかったら、ちょっとエアーでやっていただきたいですけど、こう、例えば向こう側に、こっち側に打つとしたら、体こう入りますね。で、ここ入って、そのまま回っていく。で、回っていくのも、足が来て肩が入って、当たった時にこっちが入る。だからここの部分の使い方が、すごく大事になってきて、でさらに細かく伝えていくと、このお尻分かりますか？お尻こうここを触ってみてください。ちょっと待ってくださいね、椅子があっちゃってから、はい、乗っかった時に自分のこのお尻、このお尻を触って、皆さん右利きの方が多いか、右利きの方、右のこのお尻、ね、この付け根、ここを触って、こうやってグッて、こうやって入れてみてください。グッ。で、これを、この右足だけでこう、こっちだけの足に対処して、この動作ちょっと意識してください。この、要はボールが来て、打ち出すときに力が入らない人って、ここから、こう抜けちゃうんです。でも、このお尻の力を使えると、前に出ていきますから、ラケットが振りやすくなっていくと。なので、この、お尻の部分、ここにしっかり溜めて、そうしていくとボールを打とうと思った時にグッてこう乗っかる。で、これが 回っていって上半身に伝わって打点が前でこうやって走っていくというので、ある程度スイング、まあ、そこそこ強いボールを打てるとか、だいたい形ができる方で、足から上に伝える伝え方がいまいちわからないんだよな、なんかたまにいいボールいけどなって方は、ちょっとね、自分のお尻をこう触ってみて、このお尻の動き、これね、人にはできないですね。レッスン中に人のお尻を触ることできないんですけど、まあ、ここですね。ここにしっかり向かって、このお尻がグッて後ろにこう筋肉張って、これが伸びていく。この感じをボール打つときに、ボール来ました。バウンドしたときに、バウンドした時にはこれが上がっていくような感じ。そうしていくと、もちろんあれですよ、このインパクトから、テイクバックからインパクトの間まではしっかりとこの部分は稼いで後ろに入らないためなんですけど、このジョイント部分ですね、だから上半身と下半身をつなぐこのジョイント部分のお尻の使い方って結構教わらなかったりをしたりとかの、まあなんとなくできてしまうんですけども、やっぱりこの、まあ、ヒップアップにもなりますよね。だいたいお尻の形見れば、あ、その人ってこのどのくらいのストローク出るかって意外と分かったりしますし、まあ、あと足の筋肉の形とかね。で、まあ、その話はさておき、このお尻の部分がしっかりと。で、じゃあ、例えばじゃあね、今のは、ボール来た時だから、まあ、大体オープンスタンスで打つ時ですけど、じゃあ、踏み込んで打つ時はどうなのかっていうと、この逆ですよね。こっちからこう入っていく、こっちですね。こっちのお尻がこういう動き。まあ、こういう感じですね。ここが、こう上がる感じ。だから、右足の時よりも踏み込んだ時は左足のちょっとこう前に行くような感じですけど、こっちに乗っかってスイングしていくっていう、つまりどっちかを使っていく。で、多くの人は多分右足でついた時に無理に左足、だから左のお尻を使おうとしちゃって、
ボールがうまく飛ばない。ボールは大体バウンドした時っていうのはよっぽど前のボールじゃなければしっかりこう後ろの足に乗ると思いますので、ちょっとねこのお尻の動きですね、ちょっと意識してみて、ストローク打ってみてはいかがでしょうか。もちろん難しいです。だからこれはスムーズになるのはね、上半身下半身お尻ってこの3つ、お尻腰ですね、あのお尻と腰、まあどっちのニュアンスでもいいんですけど、この3つがうまく噛み合うことで、人によってはちょっとこのお尻意識するだけであの下半身の上半身がうまくジョイントしてこう綺麗に回っていく人もいればね、上半身体をひねることさえ意識できればお尻が、ま、しっかり回っていく人もいれば、あとは足を意識するだけでしっかり上が回っていく人もいるんですけども、今回はその上と下の動作は分かるけども全然こう威力のあるボールがちょっとこうまばらに何の何だろうなムラがあったりとか、まあなかなか打てないっていう方対象にお話しさせていただきました。よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。